私の名前は松方ともり、普通の会社員だ。夫の俊介とは親戚のおばさんを介して出会った。何でもおばさんが通っている料理教室にお嫁さんを探してるっていう方がいて、暇だったら会ってみないと誘われたのだ。お見合いみたいに食事の場を設けてもらい、好印象だったのでお付き合いをすることに。あなたと温かい家庭を作りたいです。そう言われて私もにっこり微笑んだ。彼は優しくとても誠実に見えたから。しかし結婚してからが最悪の始まりだった。そうだ、すぐ同居でいいよね。は？ついでにみたいな感じで言われて呆然とした。何言ってるの、そんなこと一言も言ってなかったじゃない。でも俺長男だよ、同居は当たり前じゃないか。それに母さんもしろって言ってるし。そこでやっと気づいた。夫は義母に逆らえない人なのだと。なんだかんだで始まった同居がうまくいくわけもなく。いい？嫁は義理の両親より早く起きること、家事は完璧にすること、子供は3人よ、分かったわね。は？そんなの守れるわけないだろう、共働きなのに。夫に注意してくれと何度言っても。母さんを困らせないでくれよと笑うだけ。ああ、この結婚は失敗だったんだ。極めつけは子作りに関してだった。1年経っても恵まれず、私たちは検査に行った。そこで分かったのは夫が不妊という結果。そんなわけ。相当ショックだったようで、夫は必死に母には言わないでくれと泣きながらお願いしてきた。いつかはバレるよ。俺が原因なんて思いたくない。本当に私もバカだったと思う。とっとと言っておけばよかったのだ。義母は私が原因だと決めつけ、毎日馬詰め呼ばわり。さすがに頭にきて、今度こそはっきり言ってと怒ったのだが。はいはい、すみませんって頭下げときゃいいじゃん。そうしたらお母さんも気が済むんだから安いもんだろ。てか俺が原因だなんて絶対言うなよ。やってらんない。夫への情が一気に冷めた。いや、もう冷めていたんだ。私はその日のうちに家を出た。おい、どこに行くんだ。実家に帰るの。こんなとこ痛くもない。弁護士挟んで離婚しましょう。私には弁護士の友達がいたので、そこから離婚に強い方を紹介してもらった。調停になり、当たり前のようについてくる義母にますますイライラしたのを覚えている。子供を産めない嫁じゃ息子もね。子供を育てた私には父親になれない息子が不憫でございます。弱々しく語る演技派な義母、思わずクスッと笑ってしまった。原因は俊介ですよ、診断書出してもらいましょうかと言い放ったら義母硬直。言わないって約束だったろ、母さん心配させるな。もう隠す必要もないでしょ。話し合いが終わってから義母は燃え尽きたように顔が真っ白になっていた。よほどショックだったのだろう。うちの子に限ってそんな。あわあわしてる夫、少しだけスッとした気がした。だがまだ夫は納得せず、調停は続いた。絶対に復縁する気はない。それに何があってもあの男とだけはもうやっていけない。話し合いの最中、何度も言ったから向こうも分かってると思っていた。しかしあるとんでもない出来事が起きてしまう。私の母は不動産屋さんでパート事務をしている。そこになんと夫が、ああお母さんこんにちはとひょっこり現れたのだという。何？実は今後に向けてマンションを探してるんですよ。今の家じゃ妻も安心して戻ってこれませんからね。心機一転、気分を変えるためにも日当たりのいい部屋はありませんか？は？あまりにも堂々というものだから母はポカン。ふふ思わず笑ってしまったら、何かと勘違いした夫は笑い返してきたらしい。あ、でも妻にはまだ言ってないんです。家が決まって落ち着いたら言おうかなって。はは、あ、そう。ただでさえ疲れてるのに引っ越しだなんだってまた疲れさせたらかわいそうですから、ここは男の仕事かなと。でも家具や何かは妻に全部決めてもらおうと思ってます。なんたって新しい生活の場ですからね。これで今こじれてることに早くケリをつけてしまいたいんで。もう母は苦笑いするしかなかった。だが気を取り直して、その家には娘とあなたとあなたのお母さんがお住まいになるご予定なの？と聞くと、いえ、母のことは忘れましたからとトンチンカンな答えが返ってきたという。今までお世話になってきたけれど、あんなに妻が母が嫌いなら
歯を食いしばって母のことは忘れます。でもいつか分かり合えると思ってるんで、一部屋和室があるところだと。とにかくこっちへ来て。夢を語る夫を呆然と聞いた後、スーッと冷めた母は夫を店の外に連れて行った。あのね、あの子はあなたと復縁なんて考えてないのよ、分かってる？私の固い決意を伝えたが、夫はにっこり微笑み返してきたらしい。いいんです。でもいつか気が変わって俺の元に戻ってきたいと思った時、俺の方で準備が整ってなかったら妻も戻るに戻れないでしょ。あの古い家で息苦しい思いをさせてしまって、もっと開放的で近代的なマンションを用意したら妻も喜びますよ。だからね、今はちょっと勘違いされてるけど、俺も懐が広いところを見せておきたいって思ったりして。それに自分にはいつでも戻れる家がある。それだけできっと妻も安心でしょ。俺は待ちますよ、ずっとね。あ、それからこれはまだ妻には内緒ってことでお願いします。そう言うとさっさと帰ってしまった。そう、嵐みたいだったと母は笑うしかなかったという。まさに俺がお前の港になる気満々で、聞いた時もう言葉が出なかった。数ある不動産屋の中から車で2時間かけて母の勤め先に来ておいて内緒にって、明らかにあんたに伝えてほしくて来たのよ、あの人。だろうね、きっと頭の中で。ともりちゃん、実は今日俊介さんが来てね、あなたのためにマンション探してるの。秘密って言われたけど言っちゃった。そんな嘘、信じられない。なんて素敵な方ね、ともりちゃん。今すぐあなたを心から愛してる俊介さんの元へ飛ぶのよ。さあ行きなさい。もちろんよ。あー、お母さん、私ったら俊介さんになんてひどいことをしたのかしら。シクシク。大丈夫、心が広くおおらかで包容力のあるあの夫さんなら許してくれるわ。ええ、これからは俊介さんとお母様に心からお仕えするわ。ってのを想像していたんだと思う。まったくそのお花畑のには呆れを通り越して哀れに思える。当然そんなことあるはずもなく次の朝廷を迎えた。顔を合わせるとやっぱり何かを期待しているような目でこっちをチラチラ見てくる。話し合いは淡々と進み終了後、マンション買うって聞いたんだけどと聞いてみた。すると待ってましたとばかりに照れ始める夫。参ったな、お母さん、内緒にしてくれって言ったのに。もうバレちゃったらしょうがない。うん、そう、買うんだ。でもそっか、バレちゃったか。いっそのことさ、お前と一緒に見に行こうかな。そうだ、その方がいいね。お前も間取りとか見たいだろうし、俺が一人で決めるよりその方がいいよね。はあ、なんかさ、いいきっかけだと思わないか。他人に入られるよりもやっぱね、二人で決めた方がいいよね。結局さ、偉そうにしてたって夫婦のことは夫婦にしかわからないんだよ。俺らの歴史とかは俺らだけのものだと思ってるし、かき回されたくないんだよね。歴史ね。なんかさ、出会ってからの俺たちの8年が軽く見られてる気がして嫌なんだ。お前はそう思わない？もう本当に呆れてしまってボソッと言ってしまった。慰謝料のこともあるからあんまり無駄金使ってほしくないんだけどな。え？ポカンを通り越してそんな言葉言われるなんてとばかりに絶句していた。え？なんで？そりゃ母さんが嫌なのは分かってるけど、今度買うマンションには母さん呼ばないよ。お母さんもそうだけど、ママママママ言ってるあんたが一番嫌なの。そこ分かってる？もうやり直すのが無理だから調停してるんでしょうが。母にも言われ私にも言われ、これで分かってくれると思いきや、調停をなんとか終え離婚が成立した後、夫はまた母が働く不動産屋に来たらしい。だがその時偶然にも母はお休み、何も知らない担当者と本当にマンションを借りてしまったそう。最後までずっと、これで妻が喜んでくれますなんてニッコニコだったもんだから、担当者も奥さんと暮らす家だと思ってしまったらしい。そりゃそうだよね、事情を知らないんだもの、そうなる。夫はその後ウキウキで私に電話してきた。いいマンション契約したよ、早く一緒に。あ、もうあなたとは他人ですよ。いや冗談でしょ、あんな反抗したぐらいでさ。いい加減にしたら、その反抗を押すことがどれだけ重要か分かってる？お母さんのことを相談した時もそうだけどさ、なんでそんなに能天気なの？もう無理、二度と連絡してこないでね。してきたら弁護士に警告出してもらうから。嘘。そのまま通話を切って着信拒否に。それからのことだが、夫、
いや、元夫は契約してしまったマンションに一人で半年ほど住んでいたものの、やっぱり家賃が払えないと出て行ったそう。当たり前だ、駅地下の 3LDK なんて元夫一人じゃ払えないもの。私が払う前提で借りていたのだ。実家に戻ったものの、元義母は元夫原因の不妊というのが未だショックで寝込んでいるんだとか。こんなはずじゃなかったのに。母さん、元気出して。大好きな母が寝込み、慰謝料を払い、やっと自分が何をしていたか自覚してきたみたいだけど、もう遅いだろう。近所じゃ嫁を追い出した一家なんて噂されてるみたいだし、空気だった義父もげっそり老け込み、おとなしく3人で暮らしているみたい。一方私は思い切って結婚相談所に登録、運よく今の夫と結婚できた。はあ、ほんとさっさと別れてよかった。マンション勝手に借りるとか今考えると面白すぎるわ。元夫たちの顛末を聞いて、ただただ離婚できてよかったと思うばかりだ。ご視聴ありがとうございました。